こんにちは、皆さん。ウクライナ人のリアです。エビ大好きです。サムライに乗りたいだからゴストシシもプレイします。今日はお久しぶりにユーナさんと見に行きたいと思います。こんにちは。戻ったね。そうね、ちょっと待ってください。え、最初はね、お役に立ちましょう。最初は武器の強化したいと思います。こっち刃を太陽のごとく輝かせましょう。あれ、タカさんじゃないの？タカさんはどこ行った？これできない。十分な素材をお持ちください。そっか、じゃあごめん、 いらない。じゃあまだおったのか。嫌なのかい？鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。うん、船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。ありがとう。皆を集めてくれ。なんて言えばいい？これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。おお、これから翌日。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。え、己らは民に何をした？心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。ごめん、己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは戦氏を残す前に死ぬことになる。戦氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。え？その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って上をしのぐがよい。もう私たちここに来たの？え、早くな？ちょっと私まだ刀強くしたいとか。どうした龍蔵？何があった？みんな揃った。継ヶ笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ああ、じゃあこれもあれ、じさん救いに行く。早っ、知らなかった。こんな簡単に行くの？えへえ、まさこさん、石川先生、ありがとう。うん、はい。ご加勢、おじ上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。うん、まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。後で会おうか。弟子の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。間違いもなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。娘のよ、やっぱり。あ、タカさんも来た。タカ様、もう一度言ってみろ。ケンジ。アホアホ、せめて一口飲んでみろって。アザモのことなんて忘れちまうぞ。タカ、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで、姉の反対を押し切って、ご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ？一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。ご無事で。この賢者の声はめちゃくちゃ面白い。あ、これ？そしてユーナーと会いに行くね。おのおの方、潮時です。あ、もうこれよりおじ上をお助けいたす。かっこいい。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、
ノロシ術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。え、私もうこんなに強いの？死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ行くぞ。みんな頑張ってください。死なないでくれ。ゆのちゃんも立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ゆのちゃんも死なないでください。まだタカさんのせいはしないといけないね。ここから登れそうだね。皆の元へ行って城の中で会おう。気をつけるんだよ。はい、さよならのキスとかする？誰の歳が高いのか。ゆなんかいいんか。ちょっとユナがお姉さんだからかっこいい。次はあれどこ。あ、よし、じゃあとりあえずここで登って。必ず救います。おじ上、あ、そしてこっちは静かに始まりますよ。とりあえずこっちね。いや、ありがたい、ありがたい。あっちもう開けるの？あれどうするのか。待って待って待って、どこ行けばいいのか。何かを探す。何を探すのかい。こっちは無理じゃん。ここ多分こっちで行って。先生が物見を仕留めておる。さすがだ。ここ50メートルね。じゃあこのドアなのか。開ける？ここ行ける？行けないじゃん。じゃあどこ？みんなこっち見てないよね。やっぱりここか。じゃない。うわ。どうするどうする。あ、こっち人いる。こっち登れないし。あ、消えた。どこに。あ、そうか。え、待って待って、どうやって行くの。別の後ろに行こう。うわ、ユナ教えてくれたやつだ。うわ、気づかれちゃったのではない。うわ、なんでなんでそう、なんでそうなったの。見えない見えない見えない。痛い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 。うわ、見つかったんだ。じゃあもう一回静かで行きましょう。全部最初からなの？え、なんか意外と敵がいっぱい。ここね、ここどうやって。こっちもいるし、こっちもいるし、どっち
ちでもいる。てるてて。てるてて。見えない？本当に見えない？これ見えるじゃん。こっちも見える。うわー、こんにちは。これもらいます。どうやって行けばいい？ここはね、こっちじゃ無理だね。座って。のろしずつ。座って。まず万兵を倒さねば。万兵を倒さねば。うんふん。もう二人だけいるのか。あ、やべ。こっち来てる。こっち来てるんだ。ダメダメダメ。あ、よし。おい、チュンハルボ。うわ、侍だ。先生、ケンジとオーテモンの番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは私と、うん、また私と。別に後ろから殺してもどうでもいいと思った。のおじいさん救えるなら。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。あ、ここから。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。お主が決めます。うわ、あ、違う、気のせいです。これすごい。これ見つかるのかな、この草だったら。うわー、めちゃくちゃいるぞ。みんな見えない、ちょっと。これね、ここね、隠れる、ここ。侍のお尻しか見えない。まさこさんはどこに行ったのか。まさこさん、あ、まだ閉まってるかい。これどうなのかな。そしてその上にどっかにいた選手を。あ、見えない、やっぱり。これじゃ見えないのか。あ、あった、見つかったのかな。あ、普通に戦ってもいいのかい。ボンボある。分かんないのに、分かんない。痛い。で、二人？早っ。何その、なんか銃みたい。嫌じゃない。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。お主が決めた。
この牛が戦う。ネギを発射。よし、マイナス1。そしてその矢持ってる人は出さないと。これこれね。おい、迷惑だから。おほ、ちょっと待って、まさこさん、待って待ってください。私ここで。うわぁ、ちょっとこれはちょっとだね。うふ、まさこさん、まさこさんはでっこ一人で三人だったと戦ってる。うわぁ、痛い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 。その強いやつに、アーシャーとか、あ、あれも、よし、前の人は、メインの人は、まさこさんはすごい強い、私より強いかも。よし、次はどこに行きますか。あ、待って待って、ここ絶対なんか宝物がある。ああ、そうか。まあこれで十分なのかね、マスコさん。ありがとう。ヒヤリの扱いは試せばわかるさ。私もおじめをお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。マサコ殿も。これはね。これはこっちをちょっと探してみたい。すげえ矢がいっぱい。だからこいつはこんな強かったのか。みんなめちゃくちゃお金持ちで親持ち。どこ行く？なん？あー、またバトルなの？お、ユナちゃん。バンペイがいる。俺が先駆けだ。先駆けだ。あ、来た来た。ユナ頑張れ。うわ、みんなすごい矢が強い。うわ、一気に二人を倒した。すごい、俺が強い。うわ、痛い。これからくる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 していきます。で、やった。ちょっと待って、龍蔵、龍蔵め、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。なんだっけ、このじゃない、これ、そう、強いやつ、これかこれか。あ、でも私パワーアップしたのはこの丸のやつ。だってのに対して強く戦えるから、この盾のやつにしましょう。3つのスタイルの戦い方の
2番目のやつが水の何水の買った。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。そうよく生きてたね。確かにな。頑固だから。門を守れ。俺は他の道を探す。この道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。ここね。ここ。うわ。ジン、死なないでくれ。できないのか。いや、あの、戻りたい、戻りたい。ありがとう。こっちにもある。でも、ここはどうやって。上に登れるの？下は、あ、下行ける。下行って、で、他のところから。ネオンだな。そうだろう。中に入れたら、すぐに門を開けてくれ。あれ？私が分からないけど、ユナが分かる？どうやって行く？ん？ん？暗いし、何も見えないし。ああ、そこか。うわ。で、ここから？あ、ここか。よし。うわ、怖い。オッケー。高く登りましょう。すぐ門を開けてくれって言ったけど。ユナの手がいるな。ここはみんな強いから気づかれちゃうじゃないですか。よし、来た。待たせるね。あれ、ワンペンゴルス。しゆっくり行きましょう。ちちこちちゃんもできる。ユナ？あ、こ、あ？え？どうやって来たの？ちょっと待って。普通にあっち歩いてきたのか。どうしよう、みんな結構強いから。まあユナ戦えるなら、あの、ここでいいんじゃない？最初、あれ、あれ。いた。私丸丸丸をしたのに。丸丸をしてるのに。あ、これこれ。何？なんかみんな一緒に戦ってるみたい。ゆら、ゆら倒れた。まあこれ無理じゃん。これ一人じゃ戦えないよ。ごめん。どうする？ゆっくり静かに誰も殺さないで行くの？わかんねえ。待たせるね。備えろ、ワンペンがおるぞ。じゃあとりあえずこっちに登ります。で、これから策を考えましょうね。
したら来たすごい。まあとりあえずこいつをこうやって、最強のやつがなくなった。よし、今みんなすぐ気づいちゃうから、その金色のやつ持ってる人もあれやんなくちゃいけないから、これとかね。よし、これからチャンスが違う、チャンスが高まってきたと思った。普通に盾殺さないのか。いてユナ頑張れ、ユナ。うわ、ここじゃない。うわー、ここ2人いる、この強い金色のやつ。あ、でも1人がなくなった。その後ヒールやって、こいつもやられちゃう。何をーって、身が死ぬよ。あ、まだいける。まだいけそう。ユナちゃん、ユナちゃん気をつけて。何、怖い。ちょっと待って、私ユナ助ける。だけなのか。なに、ふう、あ、まだ、うおい、ごめんユナ、ごめんユナ、助ける。今ちょっと待ってユナ、助ける。どこから？あっち？何してるの？どう？行けた？ユナごめんね。よかった。ちょっと待って、これ、片付けましょう。どう？私なんかいろいろない。ユナ、さすが、3人ぐらいで敵3人ぐらい殺した、弓だけで。かっこいい。途中でちょっと休もうかなと思うから、続きは次のエピソードからお願いします。今日はここまでです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とレッグボタンお願いします。バイバイ。